おはよう。おはようって、今朝かどうかもわからないじゃない。こんにちは。だからって全部言わないでよね。あれれ、もしかしてフランちゃんご機嫌斜め。ふん。ご機嫌斜め45度。どういう意味よ。お、元気出てきたね。ふざけないで。ちなみになんだけど、今のご機嫌はこんな感じ。それともこんな感じ。それともそれとも、こんな感じ。オーマイガー。うざすぎる。この世にお姉様以上にうざいのが存在するなんて。そんなに褒めないで、私だって恥ずかしいわ。今の言葉のどこをどう取ったら褒めることになるのよ。どこをどう取っても。はあ、まあいいわ。それより、なんで下に降りたのにまた上がってるの？ふ、あそこはまだ早いと思ってね。もしかして何か知ってるの？全然。まあ知ってたわ。知ってるなら聞かないでよ。これ私怒られるの？扉よ、開け。ボタン押したら開くんだからそんな大げさにしなくていいわよ。む、フランちゃん見て、ベアがいるわ。前回英語さっぱりっていうの分かったんだから熊って言いなさいよ。ベア。なんかこっち見てない？何か言いたいのかもしれないわ。こういうのはちゃんと耳を傾けるのが大事。ちょ、うるさいうるさい。お、これは傾ける必要なさそうだわ。画面がグワングワンしてるわ。フランちゃん、これどうしたらいいの？知らないわよ。でも、このまま行くと死にそうね。とりあえず離れた方がいいんじゃない？ベアからの離脱。どうしたの？まずい。どんどん暗くなって。死ぬ。ベア。死ね。あ、死ねなんてひどいわ。生きてるじゃないのよ。ふ、この私を舐めてもらっちゃ困りますぜ。もはや誰なのよ。またさっきのクマのところね。見ててね。見てるって？何を？そんなの決まってるわ。私の優勝よ。ふん。よー、行くわよ。私は行くわ。ただ叫びながら走ってるだけじゃないの。しかもまたすごい叫びだわ。よー、走れ走れ。はい、セーフ。なんかいろいろアウトだと思うけど。何か？いや、いいわ。さて、これで熊次郎は突破したわね。待て、熊次郎って誰？何言ってるの？熊次郎は熊次郎でしょ。さっきまでベアーって呼んでたでしょ。熊次郎ベアーだから。名前にどんだけ熊ついてるのよ。しかも熊次郎って明らかに名前でしょ。ちなみに、熊一郎もいます。どうでもいいわよ。フランちゃん、そんなに怒らないで。ほら、新しいエリアだよ。私が新しいエリア見れないからイライラしてたみたいに言わないでよ。違うの。ふぅ、はぁ、落ち着け、落ち着くのよ私。ねえねえ、なんで波紋の呼吸してるの？してない、してたら今頃死んでるわよ。くそ、違ったか。はぁ、次はどこに行くつもり？フランくん、いい質問だ。いきなり探偵モードに入らないでちょうだい。じゃあフラン巡査部長。そういう意味じゃない。フランちゃんはわがままだな。じゃあ警部にしてあげる。もう？もしかしてお主、警視総監を狙ってるの？お主って。それはさすがにヤバいですって、殺されますよ。あなたのコロコロ変わる口調の方がヤバいですって。まあまあフランちゃん、死んだら2階級特進あげるから、さ。これは会話にならないね。うん、同じようなところばかりね。こんなのここで働いてる職員でも迷いそうね。どこから行こっかな。左、かと思わせておいて右、かと思わせておいて正面。ややこしいから初めから正面っていいなよ。ややこしや、ややこしや。歌うな。私がそなたで、そなたが私、その私とはなんじゃいな。歌うなって言ってるでしょ。あー、熊一郎。熊一郎本当にいたの？お前こんなところで何やって？ごめん、泣いてる意味がさっぱりなんだけど。あー、熊。サブロー。今明らかに考えた時間あったわよね。しかもこれ前回の SCP-173 じゃないの。そうだっけ？はい、私特有のステップ。もういいからそれ。む、これに何かしたらここはクマかしら。キーカードを使うみたいよ。ついにこのカードの出番が来たわね。キーカードはスロットに挿入されたけど何も起こらなかったって書いてあるわ。ちょっと、なんで何も起こらないのよ。これとは別のキーカードなのかもしれないわね。別の、どこにあるの？それは知らない。探してきてよ。なんで私が探しに行くのよ。フランちゃんはしょうがないな。なんでそういう反応になるのよ。じゃあちょっと探してみるわ。いろいろ探した結果、それらしいものはどこにもありませんでした。本当に、申し訳ございません。明らかに謝る気はないわよね。でも、実はまだ調べてないところがあります。それはどこでしょうか？地下。なんでわかったの？もしかしてフランちゃんって天才。今エレベーター使って下に降りてるから普通にわかるでしょ。普通は普通じゃないのだよ、フランに投兵。私の呼び方を安定させろ。ここには何かあるのかしら？このエレベーターの中じゃセーブできないみたいね。外に出たらできるかな？ここは問題なくできるみたいね。よ、見て、黒いのがボーってなってるわ。そこそんなに興奮するところ。当たったらダメなのかしら？体には良くなさそうだわ。じゃあ当たってみるね。私の話聞いてた。聞いてた。嘘、その顔は絶対聞いてなかったわ。聞いてた。世界はすでに二巡してるって話でしょ。そんな話一言もしてないわよ。三巡だったかしら？ふう、奴のペースに乗るんじゃない私。だからここはあえて。四巡よ四巡。何言ってるのフランちゃん。てめえ。フランちゃんどうどう。私は牛じゃないのよ。落ち着いて。荒れてるのはあなたが原因なんだからね。なんだった。に、逃げて。フランちゃん、もう遅い。これが私の最後の言葉。わ、庭にパニック。やめろ。ちょっと似てなかった。全然似てないわよ。そっか。しかし、あいつは一体何だったんだ。やっぱりあの後主人公は食べられちゃったのかしら。そこはどうでもよくない？一番重要なところでしょ。そう。それで、どうするの小石ちゃん。もう一回奴を見に行こうと思うわ。さっきのは不意打ちに近かったし、何より敵を知るのは大事だからね。お、珍しくまともなこと言ってるわ。そして敵を知った後は、背中に乗る。全然まともじゃなかったわ。
多分あそこにいるわね。ここにいますよ、アピールしないと。小石ちゃんが変なアピールするからこっち来たじゃない。逃げろ逃げろ。お、ちょうど良さそうな穴発見。何がどうなってるのかさっぱりわからない。真っ暗だね。もしかしてなんか道とかあるのかしら。あ、死んじゃった。穴に降りても死ぬと。何やってるの。隠れてるの。さっきの変なやつから。そうそう。あいつは一体何で小石ちゃんを追いかけてるんだろうね。あれ、なんか足見えてない。フランちゃん違うわ。え、違うの。あれは足じゃなくてよ。足かてかなんてどうでもいいでしょ今。いやいや、これは重要なことよ。挨拶してくるわ。ちょっと。ヒロ、上司どう。向かってきちゃったじゃないのよ。ふふ、でかいからここには入れない。本当だわ。詰まってる。完全に勝利。お、小石長官って呼んでいいわよ。呼ばないけど。小石長官って呼んでいいわよ。呼ばないけど。呼んでいいって言ってるでしょ。呼ばないって言ってるじゃないのよ。そもそも、この状況からどうやって脱出するのよ。出口はそこだけなんでしょ。その通り、出口は火を持って紡ぎ出そう。なんかかっこいいこと言ってるけど、こいつに道塞がれて行き場がなくなって死ぬだけだからね。そしてそのしゃがんだり立ったりするのは何なの。スクワット。やらなくていいよ。足の筋肉鍛えておかないと逃げるとき大変でしょ。そもそもすでに死んでるのよ。ふむ、作戦を変えるわ。作戦がそもそもあったのか疑問だわ。ふふ、私には千の作戦がある。千の作戦ねえ。疑ってるわね。疑ってるわ。疑ってるの。疑ってるわよ。その疑いを晴らすべく、コネージ小石は飛び立ったのであった。なんでナレーション風なの。それで、作戦って何なの。ダイレクトに突破大作戦。おうおう、名前からしてすでにバカそうな作戦だわ。バッチリパッチリ決めてやるわ。バッチリはわかるけどパッチリって何よ。パッチリはパッチリよ。おめめパッチリ。だけど私の人にはパッタリ。だから自分で閉ざしたんでしょうが。今のいいわね。おめめパッチリ。だけど私の人にはパッタリ。もう意味がわからないわ。さて、あの変なやつとの遭遇は今のところないわね。意外とうまく避けられてるのかもしれないわ。あいつの名前。何にしようか。やっぱりはニワミパニック。却下。じゃあ何々パニックがいいの。パニックはもう確定なの。はニワミ丸々でもいいわよ。妙なところにこだわりがあるわね。か、いいの思いついちゃったわ。期待してないけど一応聞いておくわ。パニックはニワミ。却下。じゃない。ガブガブ君がこんなところに。おい、なんだその名前は。きっとガブガブ食べるだろうからね。そのガリガリ君のパチモンみたいな名前も却下。ひどいな、私一生懸命考えてるのに。絶対考えてないでしょ。何も考えてないのにポン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 発言してるだけよ。その通り。そんなあっさり認められたらもう何も言えないんだけど。フランちゃん、何か落ちてるわ。まさかのここで死ぬアイテム。お、でも落ちてるわ。なんでて。セオドア、ディバッグ、バッグウェルの手かしら。誰よ、本格的に誰よ。さて、問題はこの手で何をするかということね。どこかの扉とか開けるのに使うのかしら。こっちのアイテムは何なのかしら。緑色に光ってるわね。ナイトビジョンゴーグルって書いてあるわ。私、つけてみるわ。これは。フランちゃん、結構見やすくなったわ。これなら暗いところでも歩けそうね。うむ、よく見える。まさかここにアイテムが2つも落ちてるなんて思わなかったわ。あの手の使い道はよくわからないけどね。あ、でも別のキーカードはなかったわね。確かに、私たちそれ探してたんだもんね。今回手に入れたアイテムを使って探せってことなのかしら。重要になってきそうなのはやっぱりこの手ね。投げられないのかしら。投げることは無理でしょ。よし、アイテム2つもゲットしちゃったし。フランちゃん。何よ。さらば。早、相変わらず早い。チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。待て。